じゃあみんなのお話、なんか疑問に思ってるこの世界のことを、ね、なんかない話題のネタ。まずなぜ主が転んだかげです。それはどうしよう。この世にも10人知っとるか。これな、結構大人になって忘れることだけどな、うん、じゃあ1万キロ、1万キロって何だろう、小学生か。1キロの、うん、10キロの鉄球、1グラムのピンポン玉、うん、うん、いや、名古屋城の天守閣だったら投げる。どっちが早うわしの持てるのだろう。それは鉄球の方の、みんなもそう思うかい。分かってるだろう。答え1位かい。リアルな、まあ風の抵抗とかなしにしてな、答えは同じ。それが重力。重力はそのかかってるやつに理解ができんじゃろ。わし頭で本当に分からんだろ。万有引力。そう、それを発見してニュートンっていうやつが重力を発見して、この世にはな、物を引きつける力があるんだな、地球の空気にはな、だから人は倒れたりするんだよってことだよね。なるほど、わかりやすい説明、体現してくれたわけじゃな、自らの側面を照らしてたことでは、わしから子供たち、例えば、あちらの粉々僧侶かな、あ、聞こえない。我らの頃は着物はズームシぐらいまであったんだからな、それよりもずっと短いものをタイトルのものが多い中にはな、これいつの時代からそうなったの。江戸お主の作った江戸幕府の式じゃ。あのポーズがこんぐらいの着物してたのってことだろ。そうですな、あと粉ごみに足を隠すある意味それが粉ごみの象徴と。ああ、わしが使えよ。うん、もう江戸わししか参加してます。知っとるものおるか。だいたい生まれた頃から知っとるの。何の人だいたいこの辺に。ああ、その足を見せる文化がいつ日本に来たかと思った。スカートっていうのかな。なんかスカート。参加型参加型 Q&A 答えは。いよいよ確かめよう、自分で答えを確かめよう。これみんなカメラ構えたのムービーなのかね。動画はムービーなのかね。生放送ってね、一切編集期間でね、危ういの見えるね。なぜ馬として感動されたの。それはギリギリじゃないしろ。それはギリギリじゃないしろ。わしこうなんだろう。ギリギリダメだろ。それは別にアウト。あ、そういうのはいいな。生放送の前にさっきのあの寿司以外の得意料理もギリギリアウトだな。そんなやつやもん。なんでしょ。いやいやいや、ほんで答えなんじゃ。うん、じゃない答え。わしから聞いとる。だからわしが答えじゃない。問題なんだ。明治維新の前だな。坂本龍馬っていう男はブーツ履いとったってな。そうですな。幕末の時にはと言われておるな。写真残ってるやつもブーツ履いとってない。だからもうその時期には江戸の後期にはいっぱいのアバンド文化来とるし、ただな、わしらの時代もそうだけどな、宣教師来とったの高山右近っていう武将があってな、キリストが出て秀吉に直せしたけど直さなくて、最終的に家康に直せっても直さんかっていうのが頑張ったんだろう、うん、なあ、ああいうやつらの嫁とかな、娘になったらもしかしたらもうすでにスカーフ履いとったかもしれないな。だよですな、近いところで言うとガラシもそういった格好。そうじゃな、細川ガラシだよな。娘じゃな、あ、嫁か、あ、明智光秀の娘でな、細川忠興ってやつの嫁なんだけどな、結婚してものすごく美人さんでな、細川忠興という武将があんまりにも綺麗だから外に出さんかったの、嫉妬でな、僕のような方の部屋にずーっと幽閉みたいなことしとったの。そしたらまあそのガラシャが頼る場所はガラシャの本当に幼い最初キリストというものに出会ったんだな。キリスト中央しか私を救ってくれない言うて、全面で受けてからシャルだったと思うんだな。
あいつらもスカート履いてたかもしれないけど、でもな、あの時代はな、そうなったら自殺するやつが多かったんだろうな。自分のやりたいことができなかったり、出会いがないときは。でもキリスト教は自分で自分を殺すことを禁止してから死んでるからね。そういうのはわしの気持ちをつけてるんだ。おう、なんかこの前浮かんだんだけどな、これもやはり手前の意識かな。自分をよく見せる、まあ、こう自分自身を輝かせる一種の方法の一つ。もう答えが出てしまったんですけど、もし何やってたら引き触ったんだけど、ずっと引けたんだけど、私も考えとるから世の中にはいろんな疑問があるな。なんか疑問だったら募集しようかな。口頭でな、口頭で。あの、わし、ノブさん Q&A 中のプログでやっとったんだけどな、最近やらんのかな。あれ、ちょっと理由があってか、みんなに質問募集したかいな、みんな質問くれるから、それわし、まめられないかいにな、全部筆でメモ取っとるんだよ。1番何々、2番何々、3番何々ってな。で、次なりさんブログでな、これ聞きたいですって言われると、またそこに突き出してきたんだけどな、これが遠征行った時なんかに聞かれると困るんじゃな、髪がなぁ、なぁ、で、遠征先で髪とかにされて書くだろっていう作業はちょっと大変すぎてな、その諦めてちょっと変更してしまった。あと、ノブさんが最近かかるんじゃろ、ちょっと忙しくてな、髪とか持ち歩いてるんじゃ最近な。あと、書きたいね、なんか、だんだん、ちょっと画伯最近書いてもらってな、みんなを喜んでほしいでな、今日のもう、画伯が決まったんでな、伊藤三郎がわしを暗殺しようとしたな、何で暗殺しようとしたのか、惜しかったな、本当に危なかった、本当に危なかった、本当に危なかったな。あれ気づかなかったら私死んどったな。確信犯。まあそれをな、みんな今日ブログで楽しんでほしいな。なんかあるかも。あ、そうじゃん、かねてからのみんなの質問だったな。あー、年明けぐらいか。お二郎三郎が武将隊一、いや、わしをな、毎夜いろんなことで凌駕した時に新しい台本をやろうってな。たまにわしのブログの方に来るんだよ、ちょっと怒りつくと。二郎さんの場合もどうなったんですかって言われると、ちょっと怒っとるなと、ちょっと思って怒りが感じられます。客人が怒っとるな。どうじゃ、二郎、答えて。わしの舞が信長殿以上になったか否か。そうじゃ、お主の自己判断で。ええよ、ええよ、自己判断だでよ。言いにくい話、言いにくい話。信長殿の前を凌駕していると。ああ、じゃあ新しい台本やろうか。あれから2週間でございます。わしが新しい台本作ったんで、もう家にあるって。練習大変だぞ、あれ。練習する。まあ CD のくだりが終わってからかもしれんな。今練習する時間全くないの。普通の演舞も練習したいのにできないでな。おとついじゃない、おとついってなった、先週、うん、圭次郎と、わしと、清正だったか、っていうな、先週、あれ、誰も知らん、誰も聞こらんのかい、先週、わしと圭次と、清正だな、えらい、不参加が、わしと圭次とお前か、うん、あれ、なんでそんな感じ、先週あ、わしと圭次と清正とお主か、うん、あ、そうだそうだ、花田と猿がなんじゃらって言って休んだかな。そうだそうだそうだ、4人になった時に久しぶりに演舞やったな。1週間ぶりかな、1週間ぶりかな。刑事のドレタンだとってびっくりしたかな、マジえーと思ったけどさ、終わったって言っとったな。あと最初にある甲冑ダンスな、ダン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 、1,2,3,4みたいなのもドレタンだとったよな。びっくりしたな、ぬめり感がまたぬめっとしとったな。日々修行しないと人間っていうのは衰えてな、うん、わしもな、ちょっと最近滑舌が悪くてな。そうですか。もう来週の夢とかで構うんだろうと心配になっとるんだよ。だって普通に話した時もちょっと噛みそうな時多いでな、江戸でも噛んだし。まあ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 、江戸でも一回な。まあそこ気をつけないかんな、やっぱり日々努力しないかんけど、なかなか練習できんでな、最近な。悔しいな。そんな中でも その差し加減は僕らなので、わしこいつの一生懸命聞き飽きた。
一生懸命頑張らん。頑張ると、よくおるから、私らの周りにも頑張りすぎてダメになるやつじゃないけど、頑張ってるやつが。よかれと思ってやってることが良くないことに転ぶやつがおるじゃろ。っていうタッチだもんね、頑張りすぎて。で台本渡すでさらっと覚えて。さらっと。3人ぐらい出せるってな、なんとかしないかんけどな、ねえな、まあ、それぐらいで、今日帰ろうさ、な、いや、大事に出しますか、もう大事に出すか、大事に、またな、明日か、14時よりわしと二郎と秀吉で演舞がある、うん、どう晴れる予定ですか、晴れる予定だな、地面がな、乾いてくれればいいかな、やりたいもんじゃない、さまた名古屋城近辺だったり時間が空いとったら遊びに来てちょう。立つぞー、帰るかわしんち2週間ぐらい泊まるか。1週間、うん、いや1週間は命が続かんぞ。1日で寝負けてしまいそうですが、お前わしんちに1週間も泊まったことないだろうか。ジローな、わしんちに昔も来たけどな、絶対夜中でもいいから帰るんだな。俺は夜中4時に帰ったってな。なんでそんなに帰りたかったのだろうな。殿殿いや、ハトおらんかったよ。まあ、どうぞ、もう一回来週じゃ。また明日じゃな、みんなな。じゃあ、みんなまた明日、お疲れください、一応な。また